親愛なる日本のコミュニティの皆様、いつもウィークリービデオを見ていただきありがとうございます。毎週 CSSP トークンとテクノロジー、スイスボークに関連するコンテンツをお届けしておりますので、チャンネルのサブスクライブも忘れずによろしくお願いいたします。はじめに新しい従業員の紹介です。マンタスはリトアニア出身で、特に Android アプリに精通しているエンジニアです。現在、新しいコミュニティアプリ、暗号チャレンジアプリの作成に注力しており、このプロジェクトを通して、Android ユーザーに素晴らしい経験を与えてくれることに期待をしています。続きまして、我々は11月27日、ブラックフライデーに伴い、ブラックフライデー当日に得られた CSSP 取引手数料収益を慈善団体に寄付いたします。今回寄付する団体は、皆様の投票より得られたアフリカを拠点とする慈善団体であり、寄付金は現地の学校や地域社会にテクノロジーの使い方を教育する目的として使用されます。我々は地域コミュニティに貢献できることに対して非常に興奮しています。続きまして、10月23日のウィークリービデオの際にもお届けしておりましたが、ティア1取引所上場に関して少し動きがありましたので、最新情報をお届けいたします。現在、Kraken、Binance、ホービー、これら3つの取引所すべてに申請書提出が完了し、Binance においては2回目の申請書提出とパートナーシップに関するビデオ作成まで終了している段階です。また、ホービーやKrakenにおいても現在交渉中であり、確約ではありませんが、近い将来、ティア1取引所のいずれかに上場できるようになる可能性があります。話し合いは良い方向に向いており、私たちは頻繁に彼らと会議を開いています。今後の CSSP トークンの流動性と価格の面においてもとても楽しみにしています。続きまして、スイスボーグユーティリティに関してです。我々のユーティリティをより成長させるために、現在 CHSP には2つの課題点があると思っています。まずはじめに、リファレンダム以外に大規模なトークンホルダーの使用率が少ないということ。2つ目に、プレミアムユーザーがプレミアムよりも多くの CHSP トークンを購入するインセンティブがないため、CHSP をさらに購入する意欲がかきたてられるような要因がないということです。現在2021年第1四半期にプレミアム階層を追加することと同時に、この問題点においても解決することを目指しています。少し具体的に言うと、大規模なトークン保有者に大きなインセンティブを与え、プレミアムのロックを解除した後でもトークンを購入していただけるように促したいと考えています。また CSSP トークンを保有することで利回りが得られるようなシステムについても現在協議中であり、最終的に詳細が決まり次第お伝えいたします。そしてより CSSP のユーティリティが魅力的になることで CSSP トークンが暗号資産の中でも最も価値のあるトークンになることを楽しみにしています。続きまして CSSP データについてです。記録的な取引量と収益により、今月は過去最大である31万1000トークンをプロテクト&バーンしました。現在合計で220万を超えるトークンがプロテクト&バーンされており、プロテクト&バーン用のプールはこの夏の3倍の速さで成長しています。先日の AMA でもお伝えいたしましたが、新しいユーティリティスマートイールドは間もなくローンチされます。プレミアムメンバーに関しても記録的なスピードで伸びており、先週は94人増加しました。CSSP ステークにおいては6000万となり、総循環供給量の 8.3% となります。これらの数値は非常に良い感じであり、CSSP トークンはウェルスアプリの牽引力として作用しています。続きまして、ウェルスアプリ全体に関連するデータです。はじめに現在の運用資産は、8000万ドルであり、取引ボリュームは2700万ドルで、運用資産ともに新記録となります。取引回数においては、過去30日間で5万5000回ウェルスアプリ内で取引が行われたことを示しており、ユーザー・オブ・ザ・ウィークでは、今まで以上にスイスボークに関連する記事が閲覧されており、今までスイスボークを知らなかった方も、アプリ内のコンテンツを読んでいただけていることを示しています。最後にアプリ内のアクティブユーザーは6万5000人近くになってきています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ご不明な点がございましたらコメント欄よりご質問ください。スイスボーグウェルスアプリをまだご利用いただけていない方は概要欄の URL よりダウンロードをしていただき、Telegram チャットもご利用いただけると嬉しく思います。来週も皆様にお会いできることを楽しみにしております。Swissborg est sorti ce matin. They have an app where you can buy crypto. They connect to Binance, HitBTC, Lmax, and Kraken and find the best rates in the markets. What I like about Swissborg is that they have an amazing app that can directly buy cryptocurrencies like Bitcoin and also cash out as well. Through Swissborg, all assets will have a fiat gateway. And here's the thing. Premium features gives you zero fee trading. That is zero fees. If you want to buy Bitcoin with fiat, I suggest you buy through Swissborg rather than Coinbase. And if you're interested in trading the likes of Ethereum or Bitcoin, use Swissborg's application.